本人に入ってくるのは540万らしい。ああ、TikTok ライブ ?3 割ぐらいなんでしょ?マジかよ、1800万。3515。ああ、やっぱ3割ぐらいか、3割ちょいぐらい。35%ぐらい。なんかね、TikTok ライブもね、投げ銭還元率35%ぐらいって聞いたことあるんで。じゃあ、大体合ってるね。35%。1800万で35%で540万合ってるな。マジかよ。すごいな。そんな入ってくんの?ふわっちよりすごいじゃん。TikTok の方が人いるからか。ふわっち、だって、アキルナって人別にそこまで閲覧高くないよね。ふわっちで。あの人なんか YouTube でなんか10万人ぐらいいるんだっけ?登録者。まあその10万人って生放送の規模で考えたらめちゃめちゃ多い方なのよ。まあ、ティ、あの、YouTube で見たら別に特別多くないけど、その、生放送で見たら10万人ってめちゃめちゃ多いから。で、まあ、ふわっちで多分閲覧200とか300ぐらいでしょ、でも言うても。まあでも、ふわっちとちょっと YouTube リスナーってそんなに多分リンクできてないからね、あんまり。なんだこれ。中抜きひどい。まあね。まあぶっちゃけふわっちって結構良心的な方だと思うよ。投げ銭の還元率だけで言ったら。だって運営だってさ、消費税かかるじゃん。まあ売上絶対1000万超えてるだろうから消費税もかかるわけじゃん。消費税、あとその結局、決済手数料取られるじゃないですか。あれね、Apple 課金だったら30%取られるからね、課金額の。クレカとかだったら、まあ、多分10%、どんくらいなんだろうな。まあ、その業種によってね、パーセンテージ違うから、クレカとか。まあ、でも10%前後だと思うんだけど。あと、ジャスラックにお金払ってたりとか、まあ、もちろんその後、ね、そのサイトを運営していく上の、まあ、サーバー維持費とか、あと人件費とか、電気代とか、まあ、いろいろかかるじゃん。まあ、いろいろなこと考えたら、まあ、結局ランニングコストかかるわけじゃないですか。ランニングコスト考えたら、まあ、正直50%って、まあ、結構良心的な方だと思うのよ。ぶっちゃけね。50%って言われるとかなり抜かれてる感じはするけど、実質運営が50%持ってけてるわけじゃないから、いろんなこと考えたら。その50%丸々運営が、来るわけじゃないから、50%って実は結構良心的な方なのよ。ランニングコスト考えたらさ。まあそうだね。まあそのランニングコストを限りなく削減したドネルっていうシステムもあるんだけどね。まあドネル知らない人はググってみてください。ドネルは生配信のそのランニングコストがかかんないから還元率が90%ぐらいとかいくんですよ。92%ぐらいだっけ?まあでもちょっとね、配信サイトからしたら、相当な、よく思われないシステムなんですけど、ドネルっていうの。まあちょっと説明するのめんどくさいんで、ググってみてください。ランニングコストをかからなくしたからこそ実現できるパーセンテージ、ドネル。いやー、ちょっとね、マジか、ちょっとやりたくなくなってきたんだけど、見ると。俺、100万とかもらってるやついんの?閲覧24で。お、嘘だろ。やりたくないんだけど、そんな話聞かされたら。そんな俺、特別なものもらってないんだけど。なんか特別な報酬あげますとか言われたけど、大して特別な報酬でもないし ぶっちゃけそこまで特別じゃなくねって思ったもん、なんかその条件提示された時に。マジかよ、もうやりたくなくなってきたな。なんか、加藤潤さんがさ、なんか、
5000万だか1億だか提示されて、1年、1年さ、なんかあれだよね。ミルダム以外で配信するなって契約のもと、5000万だか1億提示されたけど断ったって言ってたもんね。で、その話運営の人にちょっと聞いたんですよ。これ言っていいのかな。で、そしたら、なんか最初ね、ミルダムはお金結構持ってて、まあなんでお金持ってるかっていうのも聞いたんだけど、まあそこら辺は一応隠し、伏せとくけど、まあスポンサーみたいな会社があるみたいなんですよ。そこの、なんか、財源があるから、で、なんかその、運営のね、もちろんその、俺と話した人は、まあ一人の社員じゃん。で、他にもいろんな部署とか社員がいて、まあそのほら、会社ってさ、その一人だけの意見とかと、でどうにかなるもんじゃなく、その人はなんか違うと思ったらしいんだけど、他のなんか上層部の人なのかなの人たちが、なんか結局配信者なんて金でどうにでもなるんでしょっていう考えだったらしいのよ、最初。だからそういう無謀な加藤潤さんに5000万だか1億だか提示して、ミルダム以外の、配信サイト、をやらないっていう契約のもと、なんかその5000万だか1億っていう契約金を提示したらしいんだけど、でもなんかもちろん断られて、うん。で、なんかそういう、なんかね、そういう、それを決定した人は、金でどうにでもなるもんだと勘違いしてたらしく、まあそんな話もしたんだけど。まあ、加藤潤さんからしたらさ、だって別に YouTube とかできない、他のサイトできないのっていう縛り、ミルダムっていう、サイトで、1年間それ以外できないっていう縛りで5000万1億って安すぎるでしょ、そもそも。そんな誰が行くねんっていう。うん、そう。だから、ヒカキンの場合はいくら積んだかは知らないですけど、なんかね、別にそういうのはもう、YouTube とか、もうやっていいですよっていう契約のもとみたいだけど、てかまあ、そもそもヒカキンが YouTube やっちゃいけないって言われたら絶対やんないでしょっていう、そもそもがね。うん。やりたくなくなってきたんですけど、マジかよ。ぶっちゃけ大した、契約じゃないもんな。どうしよう、バックレようかな。閲覧24の人がさ、月100万もらってたら、もうさすがに、いくらなんでもやりたくないんだけども。でも、今のさ、俺がさ、ミルダム行ってさ、リスナー導いたとこで何人来てくれるかって話だよね。もう閲覧死んでるからね、最近。まあ、24くらいは来そうな気がするけど。いやー、でも結構絶望的だろうな。ふわっちで普通にやって今163だから、この163人が絶対来てくんないから。で、ミルダムの新規のリスナーがじゃあ何人見に来るかって話だから。基本的には、ほとんどミルダムから流れてこないっていうのを考えた方がいいな。この165人が何人流れてくれんのっていう。まあ、正確にはこの累計の方だけど。うわぁ、なんかやりたくないんだけど、閲覧24の人が月100万もらったの。マジで。やりたくなくなってきた。どうしよう。だってぶっちゃけ、だって時給1200円ってさ、そこまで良くないよね。だってそれで投げ銭が 50% とかだったらいいんだけどさ、ふわっちゃよりいいんだけど、投げ銭 35% なんだよ、還元率。それで時給1200円言われても。ダウンロードした。あ、ミルダムっていう生配信サイトです。まあでも、一応やってみようかな。運営の文句言いながらやろうかな。まあ一応ね、でも、僕の大好きな梅原とかやってるからさ、まあ、関係ねえけどさ。梅原はもっと金積まれてるんだろうな。うん。梅原やってたよ。梅原がミルダムで。なんかね、ミルダムはね、運営がやってたんだけど、ミルダムって最初なんかゲーム専門のなんかサイトだったのよ。
で、それでゲーム専門のサイトで、なんかその、ミルダムイコール、で、今はそのゲーム以外の顔出し配信とか、普通のゲーム以外の配信の枠もできるんだけど、まあ、一番最初にミルダムはゲーム配信しかダメみたいな感じだったらしいの。だからミルダムイコールゲーム配信のイメージが定着しすぎて、そのイメージをなんか脱会したらしい、脱会したいらしいんですよ。うん。だから、結構顔出し配信のしてくれる人を今募集中らしくて、で、俺に声がかかったみたいなんだけど、まあ俺の声かけてくれた運営の方が、なんかもともと俺のニコ生時代の配信とかも見てたらしくて、うん。そう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 。そう、なんかミルダムイコールゲーム配信のイメージがやっぱ定着しすぎちゃって、定着っていうか、そういうイメージがつきすぎたから、で、ミルダムはそのゲーム配信以外もなんか力を入れたいらしいんだけど、そう、だからそういうなんか顔出し配信とかを結構今求めてるらしい。うん、ちょっと、なんかやりたくなくなってきたな、どうしよう。あ、KP どん。TikTok はだってさ、還元率低いじゃん、35% じゃん。いや、ミルダムも 35% なんだけど、時給だけもらいに行こうって感じなんで、ぶっちゃけ。あだって還元率いいとこでもらった方がいいからね。別に俺、ミルダムの運営を儲けさせるためにやるわけじゃないから。うん。マジかよ。だって投げ銭はさ、ふわっちの方が 50% だから還元率いいからね。うん。どうしよっかな、なんか。閲覧24人のやつで月100万提示されたらしいよ。俺そんなの一切ないんだけど。やりたくなくなってきたわ。やりたくないんだけど。さすがに閲覧24くらいは行くでしょ、俺やっても。さすがに。ちょっと舐められてない？なんか。いくらなんでも。とりあえずミルダムやってみて、閲覧どんぐらい行くか見てみて、で、運営からなんかもっとね、24の人に、閲覧24の人に100万月配ったんだったら、俺があまりにも悲惨すぎるから、その状況を考えたら。それで追加のなんかこう、金銭的なものを提示してこなかったらやめようかな。うん。いや、だってさすがにひどくないか。閲覧24のやつにさ、てか、それ本当なのかな？モンちゃん情報なんだけど、本当なんすかね？モンちゃんの情報がまず合ってるかがわかんないからね。うん、過疎すぎて投げ銭集まず契約やとは。いや、それはいいのよ。だって俺別に、別にミルダムで俺投げ銭もらおうと思ってないもん。だって 35% だよ、投げ銭。うん。別に俺ミルダムで投げ銭もらおうと思ってない。で、それで投げ銭問わないって言うんで、もう打ち切られたり食いだったりどうでもいいのよ。別に俺ミルダムに、ずっといようなんて思わないし。ただ、投げ銭減ってきたし、時給1200円だけもらいこうかなと思っただけ。それで投げ銭が伴えませんねって言われたらもう別にそこでやめよう。別に未練とかなんもないんで。で、ミルダムでやっていきたいって気持ちもないんで。それはどうでもいいの。うん。だって、ふわっちだったら 50% もらえるのに、ミルダムだったら 35% じゃん。時給発生しないのにミルダムでやるメリット何があるねんっていう。いや、ヒカキンとかさ、そういう人たちがいるからさ、あと梅原とかさ、有名な人、俺なんかより全然有名な人、だそういう人たちのリスナーで溢れ返ってると思いきや、結局なんかヒカキンはヒカキンしか見ないから、ヒカキンリスナーはほとんど、ヒカキン多分もうやってないでしょ、しかも。うん、わかんないけど。だって顔出しのなんか配信者とかちょっと試しに見てきたけど、閲覧死んでるからな。うん、だぶっちゃけミルダム行ったところでミルダムの新規リスナーどんだけ俺が見てくれんのっていう。うん、
だから別に大したメリットないんだよね、ぶっちゃけ。閲覧75がトップ。そんなレベルでしょ。で、多分もうね、そういうことは結構、梅原とか、ヒカキンとかもいるけど、ヒカキンリスナーはヒカキンしかほとんど見ないし、梅原は梅原しかほぼ見ないし、あと多分ジャンル結構違うから、そもそも。だからなんかね、多分あんまりぶっちゃけ、なんだろう、見るダメで新規リスナーってほぼほぼ獲得できないと思う。まあそれ何人かは来るかもしれないけど、そんな多くはないと思うんだよね、ぶっちゃけ。あ、ちなみになんか吉江さんがなんか今日カレー作るとか言ってんだけど。吉江さん！まあいいや。ちょっとどうしよう。次枠ミルダムで取ります？もう一枠ぐらいふわっちやるか。もう一枠ぐらい。ああ、なんかやりたくなくなってきた、一気に。閲覧24の人が100万もらったんだって。俺、そんな特別なお金なんか一切提示されてないんだけど。すげえやる気失せたんだけど、マジで。舐められてない、俺、マジで。ほんと、それ。ヒカキンなんて、いくら、まあ、もちろん、ヒカキンと比べたらあれだけど、よくないけど、全然違うし、レベルが。ヒカキンなんて多分、1億とかじゃ効かないでしょ。ヒカキンなんて多分1億じゃ効かないでしょ。絶対もっと払ってるような。まあその配信回数にもよるだろうけどさ。どんくらいやってたのか知らないけど。まあいいや、次枠行くわ。ふわっちで撮ります。とりあえず次枠ふわっちでやる。